よいしょ。どうも、おはようございます。速家塾の久保です。あの、サラリーマンさんの副業でベストなものってのはね、人によって見方はいろいろあるんですけども、株だよねっていう方もいらっしゃいます。当然、株を副業に選んでらっしゃる方、副収入に選んでらっしゃる方のサラリーマンの活動ってのがね、まあ中心にあるってのが前提ですけども、今日21時から、ズームライブ、 またお届けするわけですけども、こちらの方に来てくださるのが、週刊中年ジャンプという YouTube チャンネルを運営してくださっている、ストーンさんですよね。このストーンさんが、実はサラリーマンをやっていてですね。で、マイホームパワーなわけですけども、サラリーマンをやりながら株ってのはむちゃくちゃやりやすいよ、ということをね、教えてくれます。で、私はサラリーマンもやってませんし、株の経験もありませんので、この分野につきましては、この、おストーンさんですね。 週刊中年ジャンプのストーンさんがしっかりと解説してくださるのを私も聞いて勉強してみようかなと思います。今までね、多くの方が私のズーム対談に参加してくださいました。最近でしたら岡恵リ子さんですよね。ズーム対談に参加されて、そしてたくさんのまた出会いがありまして、お仕事もたくさん増えてきた。そしてえり子さんの真似をして、えり子さんの後に続けという形でね、 ここならというサイトに登録してくださった方も多いんじゃないかなと。つまり、誰かの行動っていうのは、誰かの行動の原因になるんですよ。誰かの行動の結果っていうのは、誰かの行動の原因になるってことですよねえ。そしてですね、今年に入って一番最初に私とズーム対談してくださったのは、えー、相川さんなんですよね。あの、毎朝、ライブ放送にコメントくださる相川さんなんですけども、いや、この方と私対談してね、何が変わったかって言ったら、私が変わったんですよ。相川さんの、 ズーム対談によって私は大きくこの50歳からの人生を変えることになりました。これは以前もお話ししましたけども、相川さんとのズーム対談のテーマは、初めの一歩っていうことだったんですよ。で、私、早ちでしてね、初めの一歩っていう漫画があるんですけども、そのボクシング漫画のことをお話し合うのかなと思ったんですよ。で、私も予習がてらね、初めの一歩ってものを YouTube でちょっと見たりとかしてたんですけども、そしたらね、私が中学の頃に読み始めた漫画だったんで、すごくなんかね、うん、思いにふけっちゃってね、いわゆるハマっちゃったわけなんですよ。で、相川さんとズーム対談をしたときは別にボクシングの話題は出なかったんですけども、私自身ボクシングの始めの一歩っていう漫画はね、メルカリで取り寄せて、今読んでるんですよ。今19巻まで読んだんですけども、なんかむちゃくちゃ感動していいじゃないですか。で、そのうちに私はね、 あの、またジョギングをするようになってね。で、昨日はフットワークもやってきたんですよ。フットワークじゃない。なんだっけフットワークもしたけども、シャドーボクシング。シャドーボクシングね、やっぱりできてきましたね。だんだん。で、まだ動画に撮るにはちょっと恥ずかしいんですけども、もうちょっとしたら動画に撮って私がシャドーボクシングをしてるところとかね。カンフーもやってたんですけども、カンフーの方とか、それから私の50歳の目標、今49ですけども、50歳になったら、親父ボクサーっていうリングがあるらしいんですよ。 50歳以上の方を対象にしたボクシングの試合なんですけども、もちろんものすごく安全面に配慮して、いろいろね、ごてごてつけて、で、もうパンチが一発当たったらドクターストップみたいな感じで、あの、安全に配慮しながらやるやつなんですけども、私のリングはそこだなと思いましたね。まあ、ですんで、私今体を鍛えてね、首とかも鍛えて筋肉も作って、足腰鍛えて、フットワークを本当に盛り上げていってですね、そのボクサーとしての50歳をスタートしたいなというふうな気持ちになりました。 これ、相川さんとの対談がなかったら、私はこうならなかったと思います。これは、確信を込めて強く言います。え、そしてもうちょっと前ですけども、康二さんって方がいらっしゃったのを皆さん覚えていらっしゃいます康二さんはクラウドファウンディングで、うん、なんか一定の成果を出してですね、お金が集まってきて、それによって事業をスタートすることができたわけなんですよ。で、今ね、事業の方でものすごく忙しく、忙しくされてると思いますんで、まあ、いわゆるね、あの、自分の仕事を手に入れてたわけですよね。 自分の仕事、手に入れた。人生ぐっと大きく変わったというふうに思います。これもね、ズームっていうものに対談で来ていただいて、大きく皆さんからの支援をいただいた、その結果だと思うんですよ。で、まだまだね、家ではキりがないんですけども、あの、清美さんもね、今、あの、お仕事かなりいっぱい入っているみたいなんですけども、清美さんは、あの、まあ、あ この前もズーム対談でお話しましたけども、例とか潜在意識を主に扱うお仕事を得意とされてるんですけども、今回の感染症騒動でなかなか直接のね、カウンセリングができないということだったらしいんですけども、まあ、私が思うところ、あの、リモートでもできるんじゃないかなっていうふうに思ってくださって、今リモートでのカウンセリングがいっぱい入ったっていうことじゃないかなと思うんですよ。ちょっと外れてたらすみませんけど、そういうふうに、あの、会話の中から拝察しますので、あの、忙しくあなったけども、 清美さんご自身の能力をね、十分に世の中に活かせるということで、なんかいい感じに回り始めたんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよ。ね、この前もたこ焼きいただいたりね、カキをいただいたりとかね、本当にありがとうございますなんですけどもね。だからね、何もかもズームのおかげだっていうことはないんですけども、やっぱ日々皆さんが心に温めてらっしゃることをね、表現する場所って増えた方がいいと思うんですよ。で、私は自分の YouTube チャンネルを ズームライブという形に変えてですね、皆さんに提供できないかなといつも思っております。えズーム対談、お申し込みがあればね、どんどん受け付けますので、特にっか塾の塾生さんはね、何回でも出てもらいたい。何回でも出ていただいて、チャンスをもっともっと広げてもらいたいと思います。場合によってはね、えー、チャンネル登録1万4000人の YouTube チャンネルで対談もやってますよみたいなね、キャッチコピーをいろんなところに貼り付けて、皆さん自身、興味をね、いろんなところに広げていただいても、 効果が出るんじゃないかなと思いますんで、えー、どんどんね、あのー、私の YouTube チャンネル、そして Zoom のアカウントを利用していただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございます。すいません、紹介できなかったこともいるんですけども、対談をして、なんかね、伸びに伸びまくった方とか、ちゃんと利益を上げた方とかね、新しい人生を始めた方って本当に多いんですよ。本当に素晴らしいと思います。昨年は YouTuberJ さん、サラリーマン YouTuberJ さんが暗号通貨で230万の お、所得をね、プラスアルファして、目標は500万だったんですけども、まあでもね、目標500万を打ち立てずに、1年間過ごさなかったら、多分230万はなかったと思うんですよ。おそらく、その前の年と同じような収入で、同じような悩みを抱えて、同じような1年を始めたと思うんですけども、J さんは、500万を欲しいという希望は叶わなかったんですけども、副収入を数百万という単位で得るというね、希望は叶って、で新しい気持ちで今年に立ち向かってると思うんで、そういう意味で言うと、 進化して成功してると思いますよね。いや。で、こんばんは、あ週刊中年ジャンプ、サラリーマンの株式投資。これをね、教えてくださるということなんで、いろいろと質問していきたいと思います。本日の21時から皆さんよろしくお願いします。で、でですよ。ついに私も今日が最終日で、YouTube のアカウント制限がなくなりますので、こうやってサブチャンネルからライブ放送したり、サブチャンネルで YouTube アップロードすることは今日で終わりです。ですので、1週間ね、 たまりにたまった動画がありますんで、これを今日明日でメインのアカウントにドーンと放出したいと思いますので、一気にね、百数十本の動画が上がります。多分皆さんのチャンネル更新通知、ピコン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 っていっぱいになると思いますんで、たまげないでくださいね。<laughs> まあ本当にね、一週間になるとね、数百本私動画を上げたことになりますんで、それをサブアカウントからメインチャンネルに移しますんで、一気に動画の更新通知がいくと思います。いやー、一週間。 振り返ってみるとあっという間だったな。皆さんのおかげで本当に楽しい一週間になりました。引き続きよろしくお願いします。ではコメントかなり溜まってますんで読んでいきますね。はい。えっ、ー、と、清美さんおはようございます。今夜ズーム対談楽しみです。夫婦で視聴します。おお、ありがとうございます。きよみさん。じゃあ週,券週刊中年ジャンプのストーンさんがこの時間にコメント欄でね、よろしくお願いしますって書いてくれるといいんですけども、いないですかね。いてくださいよ。相川さんおはようございます。相川さんのおかげで私もね、 50代の新ししいステップが踏みるようになりましたきっとですね、なんかね、相川さんのそのひたむきな精神っていうのは、人に伝わるとね、その人の心の中にある眠れた死,死を起こすんじゃないかなと思いますよ。まあ、ちょっと漠然とした表現ですけども、相川さんにも人をね、いわゆる動機づけること、もっと言ったら焚きつける力があると思います、ねえー、あので、遠慮なく。 表現していってください。そして、また私からもね、協力させてもらいたいと思うんですので、直接メッセージ、メールなどでお寄せください。あ、えりこさん、おはようございます。いつも早起きで、すみません、深夜、いろいろされてるんでしょうね。お疲れ様です。えりこさんね、あのー、やっぱ、あれですよね、私が思うところ、3ヶ月前とは想像できない今日という日が来たんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。これがね、やっぱり人生が変わったってことなんじゃないかなと思うんですよ。 だって通常はね、3ヶ月後に多分同じような人生だろうというふうに思いながら本当にその通りなんですよ。でも、3ヶ月後何が起こるかわかんないけども、まあそんなに大きく変わらないかなと思いながら過ごしてきて3ヶ月経ったら大きく変わっていたっていうのは、それは過去の自分とあ、いわゆるね、さよならして新しい自分になってきたことなんじゃないかなと思うんですよ。しかもそれがね、求める自分に近づいてきたっていうのがいいじゃないですか。 なりたくない自分になるんじゃなくて、なりたい自分になってきたって、本当にこれは一つの成功のモデルだと思いますね。はい。えっと、清ムさん。相川さんおはようございます。お仕事頑張っていってらっしゃいませ。ね。そうですね。相川さん、あの、お気をつけていってらっしゃいまし。あの、電車でしたよね。電車って危険なことも起きますんでね。あの問題どうなったんですかねジョーカーとかいうの。なんか全然あの後の後追い報道ないですけども、本当に瞬間的に、 いわゆるね、あの情報が盛り上がって消えていったということかなと思いますし、あの受験生の17歳の、ね、男の子が受験生を刺しちゃったみたいなのもありましたけども、あれもすぐに立ち消えましたよね。なんかね、非常に重大な事件ばかりだと思うんですけども、なぜかね、あのいわゆる感染症の陽性者がいくらですかみたいなところとかあの、オミクロンがどうだとかみたいな話題、もう結局、毎回毎回同じ話題なんですよ。もう聞き飽きたッチように、ね、みたいな感じでしょ。 でもあれ、何回も何回も同じことを言うことによって視聴者を洗脳するんですよね。だからとっても危険だと思いますので、あの嘘でも10回聞いたら本当だっていうふうに感じてくるんですよ。これはね、ある国の戦略ですけどね。私たちは、あのー、情報を取るよりも、自分の内側から語りかけていくるものに対してもうちょっと敏感になった方がいいのかなと。つまり自分で考えていくってことですよね。誰か偉い人が言ったから、白衣を着てる人が言ったから、 ヒゲを増やして偉そうな人が言ってるから、なんとかじゃなくて、本当にそうなんだろうか自分に当てはまるんだろうかっていうふうに考えていくことかなと思うんですよね。はい、エリコさん、今夜の対談楽しみです。お、ありがとうございます。ぜひぜひお越しください。えー、さん、お帰りちゃん、今日もよろしくです。はい、お帰りちゃん。はい、キヨさん、久保先生、ボクサーを目指されてるのはすごいですね。はい。あの、もともとね、私ね、44になった時にボクシングをやろうかと思ったら、そのトレーナーさんがね、 あの、個別のトレーナーつけたんですけども、あ、久保さんと。ボクサーには年齢制限があるんで、40過ぎたらなれませんって言われたんですよ。で、そこで一旦諦めたんですけども、体作りは始めていたんで、しばらくね、あの、パーソナルトレーナーつけてやっていたんですよね。で、今、この、今の町に引っ越してきて、自分で下半身を作って、上半身を作って、えー、まあ、なんですかね。シャドウボクシングができるようになってきて、親父ボクサーっていうのがいるのを知ってね。 そこでデビューできないかなと思ってます。そこが私の世界線のリングだと思ってます。なんかやっぱり私影響を受けやすいんですよ。幼い頃にナイトライダーっていう映画を見てね、あの車が欲しいと思って、なんか結局手に入れちゃうみたいなね。なんかね、物欲にすごく正直なんですよね。<laughs> まあ今の奥さんともどうしてもね、付き合いたくてね、付き合ったみたいなところもありますし、どうしても結婚したくて結婚しちゃったみたいな。<laughs> なんかね、結局ね、自分の人生、 誰にも譲りたくないなという気持ちはいつもあるんですよ。思い通りにやりたいなと。うん、もちろん、思い通りにならないこともありますけども、でも、思い通りになるまで私はもう諦めないというね <laughs>、諦めの悪さもあります。はい。えっ、ー、と、エリコさん、愛イさん、きよみさんおはようございます。ということですね。えっと、どこまで読んだかわか,からなかった。すいません。あー あ、ここですね。はい。相川さん。お帰りさん。パクらせていただく準備中です。ありがとうございます。お、いいじゃないですか。相川さん。あの、全然、あの、うまくいく方法ってのは、学んでいってください。つまり、パクってくださいってことなんですよ。だからね、社会に出たらカンニング OK ですからね。だから、情報の流通がすごく大事なんですよ。多分、エリコさんのことを、 えりこさんのお住まいの近所の方でね、ご存知の方いると思いますけども、えりこさんが今どうやって収入を上げてるかっていう、この、ここならのことをご存知ない方多いと思う中で、インターネットで知り合ってね、まだ実際にリアルでお会いしたことがない私たちが、えりこさんの最も大事な、そういった、あの、成功のためのスキル、収入の形っていうのを知ることっていうのは、あの、すごく有利に働いてると思いますんで、これをね、使わない手はないんですよね。で、えりこさんのおかげで、あの、始めれる方もいると思いますんで。 えりこさんがね、自分のことだけで、自分の成功、えりこさん自身の成功っていうのは他の人の成功になっていくんですよね。はい。えっ、ー、と、えりこさん。大和くんがダンベル抱っこで鍛えられてますね。<laughs> そうそう。大和とくんはね、15キロありますんで、1時間ほど抱っこしてるとね、かなりね、腕が鍛えられますね。うん、だから、大和くんが30キロぐらいになるまでは全然抱っこできますね。えっ、ー、と、えりこさん。相川さん、パクって OK。<laughs> ノクさん、おはようございます。ノクさん、いい動画でしたね、今回ね。 すごく私も、ああ、なるほどなと思ったし、ノクさんのその決断と言いますか、まだ決断されてないかもしれませんけど、そういうリスクエッジの方法っていうのは、さすがだなと思いました。えー、清美さん、仕事はコロナ禍のおかげさまで2年前からリモートも増えています。直接来られるような方もおりますが、リモートはいいです。ああ、なるほどね。はい。これからもね、あの、ご無理ない範囲でリモートを増やしていってください。私も清美さんのことをね、あの、もっともっと多くの人に紹介できる喜びがありますので。 うん、まあ、エリコさん、あの、キョミさんの方で受け取りきれない、えー、依頼っていうのもあると思いますんでね、その辺はあの、私が紹介してもちょっとね、待っていただくとかね、予約を3ヶ月先ですよとかね、半年先ですよみたいな、もう有名のパン屋さんみたいですね、人気のパン屋さんみたいな感じですけど <laughs> はい、えー、えー、エリコさん、明日はお祭り。あ、お祭りなんかあるんですえー、なんだろう。この時期のお祭りって。<laughs> うん、<laughs> と、ノクさん、株式は税制が有利ですが、 ここにも岸田総理は手をつけますね。うん。岸田さんって、あの、株持ってなかったんですかね。まあ、それ以上に、政治家さんは商売のことわからないんで、あんまり余計なこと言わないでほしいですよね。<laughs> 自分でお金を稼いでるわけじゃないんだよな、あの人たちは。まあ、あの、正確には税金ではないんですけども、あの、私たち、プロの商売人が稼いだお金の一部をかすめとってるようなもんですからね。 まあ実際は国際発行なんですけども。えっ、ー、と、清美さん、先生の動画を見せていただくのが忙しくなりますね。<laughs> 楽しみです。100本超え。すごいですが、視聴しますよと。はい。あの、このサブアカウントで上げてる動画がそのままメインに行くだけなんで、今までのね、私の動画をご覧になっている方に関しましては新しい動画が上がるわけではありませんから、あの、プラスアルファで増えるわけではないですからね。あの見逃したやつだけ、ぜひよろしかったら、あの、ご覧いただければと思います。え、のクさん、今日は名古屋に旅行行きます。 旅行ですか神サプライズじゃないんですかあれ山梨でしたっけ <laughs> あ、でも名古屋ですか、うん、あ、お気をつけて行ってらしてください。なんか今旅行行きやすいんですよね、結構ね。どうですかね私の場合はね、あの、田舎道なんで、あんまり旅行っていうのは混んだりね、あの、人が多かったりしないんで、いつでも楽なんですけどね。え、ヨシさん。おー、ヨシミ先生。おはようございます。吉見先生ですね。久保先生って書いてるのとね、一緒になっちゃいました。 おはようございます。今日も元気な先生に会いました。元気ですよ。<laughs> 良い一日になると嬉しく思います。昨日はね、ヤマト君がこうやってね、私腕をこうやって掴んでね、その腕でこう寝るんですよ、ヤマト君が。で、布団をかけてあげてね、一緒に寝ましたけど、こう手が痺れましたね、さすがに。あの、体重15キロのヤマト君の頭だけでも支えるのにね、3キロぐらいの重りが乗ってるようなもんですから、血管止まりますよね、それはね。それをね、筋肉でグッと押し返してね、グッと。 山戸くんが腕枕をするとぐっと押し返してね、うブンッ <laughs> そうしたら山戸くんの頭ぐっと上がるのが面白いですね。で、こっちやこっちは奥さんが寝てるんですよ。<laughs> ちっこう両,が両腕で <laughs>。奥さんがね顔の字ですよ。まさに顔の字。で、私はもう、1時から2時くらいに、そっと布団を抜け出してくる感じですかね。はい。えー、メディアは、あればかりの変更報道。うん、確かにね。洗脳。あの、ノクさんね、あの、 ビートたけしさんが、ちょっとね、面白い発言されたじゃないですか。うん。あれって、なんかインターネットの主要メディア、ヤフートップページとかで取り上げられてませんよね。不思議ですね、あれね。あれ、バズりそうな話題だったんですけども、あと松本一歳さんも似たようなこと言われていて、あれが地上波で言われたから、ネットメディアでも取り上げられるのかなと思ったんですけども、拡散が最小限になってますね。昼のワイドショーでも、 ピート・タッキスさん、こんなこと言いましたねっていうのないですよね。ということじゃないですか、不思議ですね。うん。おすごいコメントが並び始めた。いくぞ。えっ、ー、と、健康男さん、おはようございます。健康ですかはい。清美さん、よしみさん、いつもコメントありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ノクさん、2年間、あれに逆らう記事を、Facebook、Twitter に書いてきましたが、各県知事がバカすぎて、記事書くのも疲れてきました。うん。 本当ですよね。なんかワクチンパスポートでワクチン打ってない人は何とかしようみたいなね。制限も出てますよね。バカすぎますね。そんな権限あるのかみたいな、ね。そもそも、皆さん、あの注射、すごい危険。ね。知ってますあまり大きい声で言うと、また、アカウントの制限が伸びちゃいますけど。あ、これ、サブアカウントからいいかここは。サブアカウントからいいですね、ここはね。ワクチンは危険です。何万人も死んでます。 <laughs> まやめていきましょうか。えっ、ー、と、あやさちゃんおはようございます。お健康男さん。対人で行う格闘技はスパーリングでも健康に良いと思います。うん、そうですね。あの、やっぱこう、約束組みてぐらいなんで、ほぼ、こう、寸止めとかね、肩だけを見て勝敗決めるようなのがボクシングだと思うんで、実際にノックダウンとかないみたいですよ、50代のボクシングは。うん、私もねだからこう ほっぺたに食らうと首がずれちゃいけないんでね、もうそんなに強くないですからね。はい。えっ、ー、と、あやさちゃんおはようございます。えっ、ー、と、きゅうさん。のくさん。健康徳さんおはようございます。あやさちゃんもよろしくお願いします。YouTube100 本放出。あ、お祭りね。えりこさんね。はい。何本かな、実際。100本以上あると思うんですよ。億万長者合宿のやりとりでも100本ぐらいになりますんで。だ一1週間でね、やっぱ数百本とかになりますね、やっぱね。200本とか300本とかね。 月に1000本ぐらいですか私の場合は。あ、うん。アイサちゃん、スパーリング怖くてできない。あ、シゲオシさん、プロテイン生活ずいぶん長く続いています。髪質もツヤツヤ、爪も割れないし最高です。プロテインね。私ね、ブロッコリー生活が続きました、今。ブロッコリーってなんか、ものすごく栄養素があるみたいなんで、ブロッコリー買ってきて茹でてね、あの、茎の部分まで、あの、煮て食べてますね。美味しいブロッコリー。美味しい、すごく。ブロッコリーと焼肉。これも美味しい もうブロッコリーと焼き肉で万歳ですよ。プロテインも飲んでますけどね。プロテイン最近お湯で溶いてね、温かいの飲んでますね、私もね。マイプロテインなんですけど。あの、あ松潤さんだ。もうすぐですね、松潤さん。もうすぐ、松潤さんの放送です。あと3分、4分で松潤さんの放送に行きますんで、ここからですね、松潤さんのチャンネル、ライブ放送の宣伝をしながら行こうかと思います。はい、ノクさん。えっ、ー、と、株式に岸田総理が手をつけるので、 エヴェックスの松浦社長も海外に移住するそうです。金持ちが逃げちゃいます。日本は今でも行きづらいですが、あれで。本当ですね。本当に。あいさちゃん、みんなお金持ちは海外移住。いや、これね、私もね、海外移住考えてますでね。インドネシアにも土地を買おうかと思ってますね。<laughs> えー、ヨさん、きよみさんはいつも癒されてます。感謝感激です。と。心に癒やし、きよみさん、先生が Facebook にビートアップしたのこと載せられてましたよね。はい。 ね、ビートがたけしさんのことを載せました。なんであの人のね、あの爆弾発言が拡散されないのかなってことですよね。のくさん、取り上げるのは素人 YouTuber くらいですかね。たけしさん、松本さん。そうそうそう。ね。なんかね、逆にその、なんか虚しく映りますよね。あの、いわゆる、うーまあ、なんていうのかな。平均以下の YouTuber さんとかがあちこち記事上げると、ああ、なんか涙ぐましいなっていうような逆効果を生みそうなんですけど、でもやらざるを得ないですからね。やっていきますよ。 えっと、吉シさん、アイサちゃん、おはよう。元気ですか元気ですよね。えー、キヨミさん、松潤さん、もうすぐですね。今日も行きます。えー、松潤さん、ブロッコリーいいですね。あ、キ美ミさん、そろそろ準備します。はい、いってらっしゃいまし。後でやりましょう。アイサちゃん、ブロッコリーは生でボリボリ食べるといいと、メンタリスト、大悟さんが言ってました。マジで生でですかまず茹でちゃいますね。あの、なんか、こう、緑色の、キリッとしてるのが、美味しそうに見えるじゃないですか。生でね。なるほど。ちょっと考えてみようかな。 はい、お、世界のうさぎさん。今日の米国株、やばすぎです。なるほど、世界のうさぎさん。じゃあね、今晩、21時からズームライブ。こちらの方でね、株についてちょっと話し合っていきましょう。今日ズームライブなんですよ。ズーム対談。あの、サラリーマン株トレーダーのね、ストーンさんが株についていろいろと答えてくださいますんで、お楽しみに。世界のうさぎさん、ありがとうございます。 アイサちゃん、よしみさんが心配してくれるの嬉しい。ああ、よしみさん、もうね、相思相愛ですね。いや、いい関係だもう。ライブ放送のコメント欄っていうのは。もうなんかね、ワクワクしますね。アイサちゃん、生で、マジか。なんか、それだけ聞くとちょっとね、マ潤ンさんちょっといやらしいじゃないですか。生で、マジか。<laughs> うん。あの、大悟さんが言われてるらしいですよ。なんか、ブロッコリーを生で食べちょっと硬くないですかね、でもね。でも、それがいいのかな うん、でも野菜ってもともと生で食べるようなものなんですよね、きっとね。何でも、アスパラガスってどうですかねアスパラガスもちょっと食べてみたくなったな。ベーコン巻きとか。はい、まあ、何にしてもね、生でボリボリ。はい。生でボリボリ。<laughs> はい。ありがとうございます。アイサちゃんね。よかったね、アイサちゃんも。アイサちゃんとね、あの、中見せ通りで出会ったこと、まだ覚えてますよ。ネットビジネスサミットでお会いしたこととかね。 わさちゃんね、可愛い,いんですよね。若いしね。いやネットビジネスサミットですか。懐かしいな。うん。なんか今年はね、土屋塾リターンをちょっと計画してるんですけどね。あの時のネットビジネスってのは一体何だったんだろうか。ネオヒルズクラブってのは一体何だったんだろうか。ね、ノアコインってのは一体どうしたんだろうか、みたいなね。<laughs> 泉、何、たさんのことどう思ってるんですか、とかね。 なんかいきなり出てきたガクとスピンドルは何だったんだみたいなね。ちょっとね、なかなか、あの、オフラインでも、オンラインでも言いにくいことをちょっとね、言うような、ドタバタの回にしたいなと思ってます。土屋塾リターン。うん。なかなか面白いんじゃないですか。それでは松潤さんの放送に移動しましょう。いや、今日ね、本当にストーンさんの株の対談があるんで、ストーンさんに来てほしかったな、今朝な。渡辺祐樹さんとまた会いたい。<laughs> 会えるかもしれないです。よし。松潤さんの放送見に行こう。じゃあ、あとは松潤さんの放送のコメント欄でお会いしましょう。いってらっしゃい。